MLB、ドジャース、パドレス、日本時間7日、ロサンゼルス。ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は6日、日本時間7日、本拠地で行われたパドレスとの地区シリーズ第2戦に2番、右翼で先発出場し、初回に本塁打制の大飛球を放った。MLB 公式サイトのデータサイト、ベースボールサバントによると、 メジャー30球場のうち19球場で本塁打になっていたという。実際の映像、一体何が起きた土ンファンにプロファーが困惑も、幻に終わったベッツの一撃。大飛球は1点を追う初回一死だった。ダルビッシュのスイーパーを捉えた打球は左越え大きな放物線を描いた。ファンの大歓声、ベッツも同点ソロを確信し、右手を高く突き上げたが、 左翼プロファーがフェンス際でジャンピングキャッチベッツはがっくりとうなだれファンのため息が本拠地を充満したベースボールサバントは本塁打になっていた球場となっていない球場を紹介ベッツの左ヒは敵地ペトコパークやヤンキースタジアムメッツ本拠地のシティフィールドなど19球場で本塁打になっていたというプロファーはホームランキャッチをすることは願い事の一つだったんだ プレーオフの試合でできたよ、嬉しいよ、特にないよ、でも彼らはホームランをキャッチしようと私のグラブを叩いていたから格闘したよと笑顔で振り返った。2回までに3点ビハインド、ドジャースにとっては痛すぎる立ち上がりとなった。